の所属声優が YouTube でお送りしている響きスタイル、今日の担当は佐々木みこいです。さあ、ここ最近はね、ずっとお家からの特別編をお送りしてましたが、久しぶりにスタジオにやってきました。そして、今日のピアスはちなみに、3コインズです。可愛くてね、買っちゃいましたね。ピアス紹介のね、動画も出してるんでね、そちらの方も見てみてください。はい、ということで今日やっていく企画は私の念願だった、すごくやりたかった企画です。ほぼ100円ショップ。はい、こちらにですね、100円の商品がいくつか用意されているんですが、中には何点か100円ではないものが紛れ込んでおります。なんかちょっと見たことあるようなちょっと懐かしい企画ですよね。これがすごくやりたくって、というのもですね、私最近100円ショップめちゃくちゃ行ってるんですよ。収納とかをね、見直したりとかね、いろいろ買ったりとかしてて、百均にはよく行ってるんで、これはね、いけるんじゃないかなと思ってます。実際に私が今からですね、この10点の品物のうち5点購入していきます。しっかりね、目利きして、100円の商品をゲットしようと思います。ではでは、早速買い物していきましょう。これ10個のうち何点100円じゃないんですか？3点3点か。あのね、もう怪しい、これはね、これがね、もう怪しさ満点。某あの番組でもこういうのはね、高いか、まあ引っ掛けかであれなんだよな。もう全部かな、高そうに見えるし100円にも見えるっていう。ずっとね、なんかお香のいい匂いしてるんだけど、これですね、これですわ。個人的に、いや、欲しいのにしよう、欲しいの行こう。いい匂いしますね。ちょっとね、私最近紫にハマってて、お部屋とかもね、なんか薄いこうラベンダーカラーみたいなもので揃えてるんですよ。だからお部屋とかにあっても違和感ないなって。これ欲しい、これ100円だったら本当に欲しい。じゃあちょっとこちらの方を、いやもう本当これガチガチ財布ですからね、私の。頼む、一発目だからね。じゃあこちらを、これで消費税とか大丈夫ですか？これでお願いします。ありがとうございます。こちらの商品は100円でございます。やったー。いや、これ正直危険だなと思いました。普通に100円ショップで売ってるんですか？これ、それは輸入雑貨のお店で購入しました。で、100円なんですか？はい。うそー、その輸入雑貨さん、もっと儲けた方がいいよ。100円でした、ゲット。さあ、ではこの調子で2点目行こうと思います。いやー、こういうのね、こういうの怪しいよね、串ですね。で、100均にもあるのよ。これ何なんだろう。これは普通にフォトフレームか。これもさっきのと一緒で雑貨屋さん系かな。でも黄色、あ、もうほぼもう同化してる壁。いや、黄色はいい色ですよね、元気になる。玄関とかに置いててもちょっとね、ここ最近やっぱインテリアのことをすごいちょっと興味あって、今ちょっ
インテリア系が気になりますね。これ欲しい。こちらを買います。100円でどうでしょう。お願いします。ありがとうございます。そちらの商品は1000円でございます。1000円？これどこで買ったんですか？こちらは手作りの楽屋さん、楽屋さんで購入しました。うわー、手作りか。うわー、手作りと言われれば、なんかこの後ろの、わかんないけど、このずれてる感じというかが、ハンドメイド感は確かにある。はい、ということで、2点目にして早速100円ではないものを当ててしまいました。あと2点あるわけでしょ。いや、3点しか入ってないからいけると思ったんだけどな。よし、行きましょう。続いて3点目。このさ、見て、スプーンが2つもあるんですよ。これは怪しいですよ、相当。なんか掘ってある、掘ってるっていうか、なんかここのスプーンのここの部分になんか書いてある。こっちだな。こっちすごいやけに軽いんだもん、このスプーン。いいね。我が家ね、なんかスプーンだけなんかどんどん消えていくんですよ。スプーン行方不明で、スプーンだけちょっと足りてないんで、このほら音からも分かるこの軽さ、これでいいか、これでいいか。いや、これは100円ショップで見たことあるでしょ、みんなも。これは100円です。これはもう大丈夫。Thank you。こちらをお願いします。ありがとうございます。こちらの商品は100円です。やったー。ほらね、見たことあるもんだって。こちらは100円ショップのものですか、はい。さあ、では4点目いこうと思います。キャー、最近の100均はね、こういうピアス全然あるんですよ。でも、雑貨屋さんとかアクセサリーショップで1000円ちょいとかでも売ってそうな感じはする。細かいですもんね、このパールとこのビーズが。それもすごい分かってくださってるのか。私、コットンパールが好きっていう話をピアス紹介の時にしてて、だからですね。これもいいよな。これあれですよね、これからの季節、そうめんとかのね。これ欲しい、普通にこれ欲しい。でもこういうのもあるよ、100円ショップに。これどうしたらいいの、これは。これは何なの。なんかこのこう引っ掛けるところがあるんだけど、これどうしたらいいの。これは何ですか。オーナメント。オーナメントか。怪しい。100円ショップではこの質感のオーナメントは見たことない。だって絶妙に、正直ね、色がこう塗りムラというかがあって、すごくこう機械的じゃないというか、なんか手で塗ってる感があるんですよね。あと2点紛れ込んでる。でも普通にこれ欲しいから、これにする。これください。ありがとうございます。こちらの商品は100円でございます。やったー。これも100円ショップですか。はい、さすが、さすが。
戻すところだった ただでただでゲットするところだった。これ普通に嬉しい。この夏多分めちゃくちゃ使うと思う。いい色。ではラスト5点目です。あとこの中に2点高額商品が残されているわけですよ。うわー高いかなと思うのはこのスプーンとこのオーナメント。これがわからないやつ。これは100円だと思う。うん、すっごいいい匂いするんだよな。でも100円ショップじゃなくてさっきみたいに雑貨屋さんで100円のパターンもありますからね。でも欲しいのを買えばいいもんね。じゃあね、この中で一番欲しいのはねこれなんだよ。どう考えてもこれなので、これが一番今迷ってるやつのラスト。これください。ありがとうございます。そちらの商品は0円でございます。え？ゼロ？はい。ゼロなんてことあります？本日のカメラマンスタッフの手作りでございます。これのために作ったんですか？すごすぎません？いや女子力高すぎますよ。他にはじゃあ100円じゃない商品だからこれとこれとあと1点っていうことなんですね。1個かこれ。いやどっちかは安いんだ。お前は何なんだ。お前は一体。これは高額商品ですか？こちらの商品は100円でございます。これ100円。じゃあこっちだ。こちらの商品は3300円でございます。うわーよかったー。これはよかった。スプーン欲しいっつってさこれまで買わなくてよかったよー。嬉しい。これもちょっと早速つけていいですか？はい、というわけで先ほど0円だったピアスをつけてみました。かわいい。本当にすごい。本当にすごい。だって本当最後の最後まで100円じゃなくもっと高いものだと思ってましたからね。感動。ありがとうございます。ということで今回、購入した5点のうち、3点が100円の商品でした。ただ間違ったね2点のうち1点はもう0円ですから、これはもう優秀な結果じゃないですか。嬉しい。よかった。いやちょっとスタッフさんのねこの絶妙なチョイスめちゃくちゃうまいなと思いました。これもっとやりたい。今後もやりたい。はい、ということで、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。みんなは目利きちゃんとできましたかね。今日はここまでです。このチャンネルの動画は響きの誰かがどんどん更新していきますので、ぜひぜひ気に入った方はチャンネル登録などよろしくお願いします。ということで今日の担当は佐々木美恋でした。バイバーイ。